皆さんはハンセン病という病をご存知ですか？一度感染して発病すると皮膚や神経が侵され体全体が蝕まれる非常に恐れられた病気です。これは今から130年ほど前の出来事です。当時はよく効く薬もなく医者でも治せない病気と考えられていたので、ハンセン病になった人はただ死ぬのを待つしかありませんでした。しかもこの病気は人に感染するので、病人は健康な人から隔離されて生活しなければなりませんでした。モロカイ島は太平洋に浮かぶハワイ諸島の一つ、断崖の島です。当時この島には1800人近い病人が無理やりに連れてこられていました。雨が多く、日照時間は1日3時間足らずの地の果てでした。健康な人は誰もこの島に近づこうとしません。ただ週に一度食べ物を乗せた船が来て、病人たちの食べ物を船から投げ逃げるようにして帰っていくのでした。ベルギー出身の伝道者がいました。彼は名前をダミアといい、26歳の若さで伝道者としてハワイ諸島に渡り、7年間ハワイ本島で熱心に伝道活動に励んだ後、神様の愛を伝えるためモロカイ島に渡りました。なんというところだ。話には聞いていたが、死体がここら中にゴロゴロしているし、なんといっても耐え難いこの匂い。来る日も来る日もダミアンは神様の愛を語るのですが、誰も耳を傾けてくれませんでした。こうしてダミアンにとって苦しい戦いの歳月が流れていきました。また同じタイプが来るぞ。もういい加減にしてほしいよ。Thank you.
体何があったんだ。神様、私はもう疲れ果てました。何を言っても彼らは分かってくれません。私には彼らへの面倒はもう無理です。ダミアン、お前が私を選んだのではない、私がお前を選んだ。そしてお前をこのモロカイ島に導いた。それはこの島でお前が多くの実を結び、その実がいつまでも残るためなんだ。イエス様。ダミアンよ、私はいつもお前と共にいる。そしてこの島の人々を私のものにする。諦めてはいけない。ただ私だけを見られ、私の後を歩み、私についてきなさい。イエス様、ありがとうございます。こんな私のことを覚えてくださって、愛してくださっていることを感謝いたします。あなたによらなければ私には何もできません。どうかこの弱い私を助けて用いてください。私はあなたのものです。あなたに従います。それにしても、なんという暑さだ。この暑さじゃ、病気の人たちもさぞ大変だろう。せめて水筒でもあれば、少しは楽なんだけれども。神様、どうかこの兄弟を憐れんでください。あいつ何やってんだ。死人を箱に入れて何かブスブス言ってるぜ。バカバカしい。そのまま放っておけばいいのに。そのうちやめるさ。放っときましょう。ダミアンは来る日も来る日も死人を丁寧に葬り、また病で動けない人たちのために家を作りました。彼は病人のことを第一に考えて、救いの手を差し伸べ、自分の身の回りのことは最後にしました。人々が恐れていたハンセン病の人と共に食事をし、素手で治療をし、臨終の時はいつもそばに付き添っていました。苦しいよ。しっかりしなさい。またやってるよ。あいつは一体何を考えてるんだ。いくらやっても無駄なことなんだからやめりゃいいのに。それにしても大変そうだな。大丈夫かしら。この暑さの中じゃ辛いだろう。よし、日陰のあるところに移ろう。ふらふらしてるよ。すればいいのに。神様、どうか
私に力を与えてくださり、この仕事を全うさせてください。ありがとうございます。よし、ここならさっきのところで寝もう少しましたよ。休んでなさい。今まで黙って見ていた病人たちが一人二人とダミアンを手伝い始めました。そしてこうしたダミアンの存在が病人たちの気持ちを希望へと変えていきました。彼らによってモロカイ島には花が植えられ、とりわけさえずるようになりました。仲間たちみんなで共に働き、共に楽しむことを通して生きる勇気と喜びを発見しました。そしてついにみんなで力を合わせて教会を建てたのです。ダミアン様、俺たちは今まで神様を嫌い、人を憎んでました。でも今は違う。そうだ、こんな俺たちのためにもイエス様は十字架にかかってくださったんだ。罪が全部許されて本当に心が軽くなりました。これは地獄の島だと思ってたけど、今のモロカイ島は天国に。もう私たちは死んでも怖くありません。天国に行けるのですから。ダミアン様、本当にありがとうございます。私たちはこれからイエス様と共に生きていきます。ダミアン様、ダミアン様が病気に。ダミアン様、皆さん、私にとって病に侵されることは恵みのほかなりません。なぜならこれによって私は皆さんの本当の友になることができたのですから。1889年、ついにダミアンはこの世での仕事を終えて、多くの人に見送られながら永遠の御国へと旅立ちました。その死に顔は安らかそのものでした。ダミアンがモロカイ島に来て16年の歳月が経っていました。島には多くの家と大きな教会が建ち、水道も引かれて、病人たちは人間らしい生活ができるようになっていました。ダミアンの墓石にはこう刻まれています。人がその塔のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら豊かに身を結ぶようになる。